女神の見えざる手70点世論操作おばさんが銃規制に挑む。銃規制を扱う社会派作品と思いきや、世論操作の難しさ、敵対勢力との駆け引き、大きな圧力との戦いと心理戦、情報戦の要素が強かったです。隙のないおばさんというか、俗に言う美魔女の繰り出す流麗な論理展開と仲間も騙すとんでもない弁舌展開にはうなりました。ただ冒頭での決め台詞というか、まあ、この映画のミスはここですよって宣言的なセリフがわざとらしいというか、隠し玉持ってますっていうかね、まあ、あのセリフで心の準備ができてしまうんで、まあ、終盤のあのネタの威力が軽減されてしまうという感じもしましたし、銃規制法案をめぐっての票取り合戦、ホワイトボードの書き殴りとかね、部活の関係とか終わってみると、実はあそこ無駄に掘り下げてたよなと感じるシーンもあったり、オチちょっと弱くないとか、もっと時間短くてよかったんじゃないとか思いました。まあ、それでも世論操作の主導権争いのシーソーゲームはロジカルで面白かったですし、主人公の手のひらの外で起こってしまう偶然から来る紆余曲折も楽しめました。意外と内容が薄めなのに132分、これで8分前後だったら疾走感半端なかったんだろうなとも思う世論操作映画でした。